흔히 일본의 젊은이들은 체제 순응적이라고 한다. 취업난과 양극화, 그리고 정부의 각종 우경화 정책에도 침묵해왔다. 그런데 최근 일본 사회에 전혀 없던 당찬 젊은이들이 등장했다. 자유와 민주주의를 위한 학생 긴급행동, 실즈가 그들이다. 유쾌하고 발랄한 몸짓으로 아베 총리 퇴진을 외치는 젊은이들. 시민들의 호응도 뜨겁다. 自分たちの言葉やはり自分たちのやはり現代的なあの彼らの若者たちのやはり言葉を使って同年代の人たちが自分たちで企画して声を上げてやってるのは本当にすごいと思ったし尊敬してるしかっこいいなって思ってます今でも。 지난 8월 30일 실즈를 중심으로 한 국회 앞 안보법 개정 반대 시위에 무려 12만 명의 시민이 함께 일본을 놀라게 했다. 거침없이 내닫던 아베 총리의 우경화 행보에 제동을 걸고 나선 젊은이들. 실제의 도전은 성공할 것인가? 9월 18일, 일본 도쿄의 국회 앞에 긴장이 감돈다. 헬기가 정찰에 나서고 국회 앞에는 경찰이 버스를 이용해 차벽을 세워놨다. 곧이어 젊은이들이 모이기 시작한다. 최근 일본 사회에 돌풍을 몰고 온 실즈, 즉 자유와 민주주의를 위한 학생 긴급행동 회원들이다. 오늘 참의원 본회의에는 이른바 안보법 개정안이 상정돼 있다. 이번 안보법 개정안은 일본의 동맹국이 공격당할 경우 일본이 무력을 행사한다는 집단 자위권 행사가 핵심이다. 시민들의 환호를 받으며 실즈의 리더 오쿠다가 등장했다. 젊은이들은 안보법 개정안이 전쟁 법안이라고 비판한다. 교정권을 인정하지 않는 평화 헌법 구조를 위반해 타국과 전쟁을 할 수 있는 근거가 된다는 것이다. このままでいいのかなっていうのがあって今日初めて来てみました。来てみてどうでした？感想というか、いやみんなの熱気がすごくて、すごいなんか今まで何も捨ててこなかったのがちょっと恥ずかしいなっていう思いがちょっとあります。 법안이 위헌이라는 지적에도 불구하고 법안 처리를 강행하고 있는 아베 정권에 대한 위기감이 젊은이들을 일어서게 했다. もう数えられないぐらいです。はい。家でテレビ見てるだけじゃなく自分の声をちゃんと上げて国会に届けようと思いました。持ってきた？持ってきた。タクヤは 시위 현장에서 친구들을 만났다. 스마트폰은 실즈 회원들의 중요한 소통 수단이다. 젊은이들은 트위터와 페이스북 등 SNS를 통해 시위 정보를 알리고 주위 사람들에게 참가를 독려한다.
다투야도 집회를 준비한다. 확성기 등 시위 용품은 젊은이들이 돈을 모아 마련했다. 실제 시위는 흥이 넘친다. 경쾌한 리듬에 맞춰 구호를 외치고 몸을 흔든다. 누구나 선뜻 참가하고 싶을 만큼 유쾌하고 발랄하다. 例えば金曜日楽しみだったり、楽しみたいとか、どっかに行って遊びたいとか、友達と一緒になんか遊びに行きたいとかっていう、そういう当たり前の日常を、まあ未来には立って破壊する可能性がある方だと思っていますし、自分たちのそういう身近な日常を守りたいがゆえに、こうやって国会議事堂の前に来て、まあ反対の声を上げなきゃいけないのかなっていうふうに思っています。来れる日は来てて、でもそういう時に友達飲みに行くことも可能なんですけど、 そうした時にこの今の状況で国会前に行かなかった自分っていうのをきっと私はずっと自分の中で恥ずるだろうなと思って、それが残るぐらいだったらもう遊びなくていいから来ると思って来てます。 이날 국회 앞에는 4만여 명의 시민이 모였다. 젊은이들이 나서자 어른들도 함께했다. 젊은 엄마들은 유모차를 끌고 나왔다. 皆さんが頑張ってコールしてて、それを見てすごい暑そうだなと思って、ぎっしり人がいて熱中症で倒れないようにうちわ配りたいなって思いました。でそのうちわがなおかつそのプラカードにもなるっていうことを考えてこれを作りました。 千葉 県から来ているママたちがここなんですけれども、 私たちが、この法案に反対しているのは、私たちの子供、もしくは他の日本人の子供が、誰かの子供が、外国に行って戦争をするということに反対なだけではなくて、他の国の人たちが、それによって傷つくということに反対しています。このことをぜひ韓国の方々に、私たちは戦争をしたくないんですということを伝えていただきたいです。よろしくお願いします。正直言って韓国に70年前にめちゃくちゃにしたでしょ。 植民地にしたし、だからその反省をもとに憲法9条っていうのを守ってきてるんですよ。一緒にアメリカとなって戦争しない、韓国とも仲良くやる、中国とも仲良くやる、他の国とも仲良くやる、みんな仲良くやりたいと思ってるんです。そういう日本人ここにみんな集まってるんですよ。安倍さんだけじゃないんで。 경찰과의 충돌을 피하기 위해 어른들이 먼저 길을 열고 마실 음료수도 준비했다. 변호사들도 자원봉사를 나왔다. 변호사 나가다です. 미마모리 弁護団って言って、前からやってるこの前の国会前のデモに対して、その警察とかの消防して危険が出たり危険になったりとか、逮捕者ができるだけ出ないように、そういった活動を前からボランティアで弁護士がやってて。 そうですね。それでも来てるっていうのは必要だからです。どうして必要なの？やっぱりそうやって逮捕者が、せっかくこうやって声を上げるのが高まってきているのに、その怪我人が出たり、不要な逮捕者が出たりして、その運動が弱まってしまうのは良くないから。ちゃんと届けるべき声を届けたいから。 밤이 되자 시위 참가자는 더욱 늘어났다. 젊은이들은 국회 앞에서 야당을 응원했다. 안보 법안을 저지하라는 주문이었다. 안보법 개정안을 추진해온 여당인 자민당과 국명당의 의석수는 3분의 2가 넘는다. 야당이 저지하기에는 버거운 싸움이다.
員会を開くとか開かないとかっていう時にもすごくなんですかね、こう揉み合ってる時とかにもやっぱり外の声っていうのはやっぱ聞こえてくるんですよね。でやっぱりしかも雨降ってたりとかもうひど、で夏は終わったと言ってもやっぱりもう夜は冷えるし雨降ったら一段と寒くなるわけだから、本当にみんなの体調が大丈夫かなってことを気にしながら、でやっぱりこの野党の議員同士で話す時にはすごいなまだやってるなって俺たちも負けてられないなっていうような話は中ではありましたけどね。そうですね、だからやっぱりこの声がもっと大きくなっていくっていうものは確信としてありますね。자정이넘도록표결이지연됐다시위참가자들은국회를떠나지않았다아베총리의독주를저지하자는북소리가밤늦도록울려퍼졌다실주회원들은왜거리로나오게되었을까도쿄의한연립주택아너무너무잘했어실주회원인가토다이키치를만났다어젯밤늦도록시위에참가한탓에늦잠을잔모양이다내때를두고가고고어디있습니까어있어있어와이제대학4학년에재학중인카토는실주외에는소속된단체가없다한국의대학생들처럼취업준비를하고토익등영어공부에도신경쓰는평범한젊은이다아그러니까이거네좀아야시이나최근의연교를이거네좀아야시이취미는비디오게임이다父親の親父の部屋です。うん、これこれこれです。フィファ、サッカーやってたしサッカー好きなので、やるときフィファですね。はい。これこのでかいテレビ使いましょうか。本当はね、ここは親父のテレビなんで使っちゃいけないんですけど。友達来たときはこっそりここでやります。カトは、いるんば運動권과는거리가먼보통학생이다。이런그가국회앞시위에서대중을선동하는연설까지했다연설원고도본인이썼다아전부やりました전부自分で、はい、あのこのスピーチする2日前ぐらいに連絡があって喋ってくれないかとちょっと読み上げてくれあじゃあ初めからいきましょうかはじめまして皆さんこんばんは大学4年生の加藤大吉です今日はこの場を借りてスピーチさせてもらいます去る8月30日僕はこの場所で歴史的な瞬間に立ち会いました突如始まった前へ前へというコールに続き沿道から人々が溢れ国会前の車道を追いつくした瞬間を最初は何が起きてるか分からなかったけれど事の意味を今ようやく理解したつもりです僕は安保法案に反対します加藤大吉あスピーチした時は超緊張して原稿こうやって持ってまあ基本みんな携帯ですけど原稿こうやって持って喋るんですけどこの手が震えてましたお父さんは、はい、今こういうことをやってることに対してどういうような感じですか、まあ、特に何も言っても多分知ってるんですけど特に何も言わないですデモ行くのって聞くぐらいですこっち左だな이날오후카토가다시거리로나섰다오늘은제1동포를차별하는우익들의이른바혐한시위를반대하는활동을할예정이다카토는민족차별을비롯해자유와민주주의를훼손하는모든시도에맞서는것이자신들의당연한역할이라고생각한다데모에行くこと外線活動に参加することを極力こうなんでしょう今ちょうど夏休みだったので、まあ、夏休みらしいことも
していたし、まあ、海に行ったりとか、まあ、朝まで酒飲んだりとかクラブで遊んだりとかっていうのは、いわゆるまあ大学生らしいことも、まあ、普通にやっていたっていうのもやっぱりあるし、あ、なんかすごくやべデモにかけてこのために何とかしてやろうっていう感覚をすごく押し出すっていうよりも、とにかく当たり前のことの一つとして僕は捉えるようにしていたっていうのがある。실제는일본헌법기념일인지난5월3일발족했다자유민주평화등헌법의기본가치를지키자는취지에서헌법기념일을선택했다고한다やっぱりなんかこう政治には無関心だし、政治には信頼をしていないから何も声を上げずおかしいとだけ思ってるっていうのは、むしろ僕はその発想がおかしいと思うんですよ。おかしいと思うんだったらそうやっておかしいと思ってる議員さんに一票を投じるべきだし、そのための行動をすべきだし、そうすればただただおかしいと思ってるだけじゃなくて実際にことが変えられるかもしれない。僕は特定秘密保護法に지난해말아베정권은안보를명목으로언론보도를제한하는특정비밀보호법을제정했다당시학생들은알권리를제한하는독재적인발상이라며사스프리란단체를조직해반대를했다그러다가올해아베총리가안보법개정을추진하자사스프를실제로확대개편했다학생들은안보법개정이평화헌법체제를부정하고군국주의로가기위한위헌적인법안이라고비판하고있다현재실즈회원은도쿄지역만200여명간사이도호쿠규슈류큐등일본전역에서지역조직이자발적으로만들어졌다실즈는지난6월5일부터매주금요일국회앞에서안보법개정을반대하는시위를벌여왔다또한인터넷등다양한매체를통해여론에호소해왔다국회에서열린공청회에도참여했다당시실지의리더오쿠다는졸고있는의원들을질책해화제가됐다こんなこと言うのは非常に申し訳ないんですが先ほどから寝ている方がたくさんおられるのでもしよろしければですねお話を聞いていただければと結構緊張して3日ぐらい寝ないで眠りもこらえて原稿準備したのでこういう訓練をしながらそれで行ってみたら国会議員の方が寝ておられるのですごくちょっと寂しかったというか、まあ、なんか もっと国会がなんていうんですかね国民の理解を得られるような場所だったりすると本当に願ってます別に直接民主主義で革命を起こそうとかその議会制民主主義を否定しようとか国会占領しようとか思ってないんですよ我々の主張はすごく真っ当なことで最高法であるこの憲法を守ってほしいで議会制民主主義なんですから議員の皆さんは国民の意見を聞いてちゃんとした議会運営をしてほしいとあとはそれだけです지난달일본국민의절반이상이안보법개정을반대한다는언론의여론결과가잇따라나왔다그런데도아베정부는개정을강행하자젊은이들은아베퇴진을요구하기시작했다이같은실지의활동을비난하고폭력적인반응을보이는사람들도있다오쿠다는살해하겠다는협박장까지받았다이거주쇼とかネットで炎上してるから声を上げないどこうとかそういうレベルでだったら負けると思うんでもうことに負けてられないとそれに負けないカルチャーを作らないといけないと思います그러나실지의주장에공감하는젊은이들도크게늘고있다실지를알기전다쿠야는평범한고등학생이었다스타바의마차크림프라페치노입니다大好きです원래보통평소에는뭐하세요아무것도없을때昨日とか普通に原宿行ったりしてましたし原宿で何しました昨日普通にパンケーキ食べてパンケーキ食べに行きました昨日普通にはい結構甘いものが好きです甘いものが好きです그런그가국회앞안보법반대시위의아이콘이됐다다쿠야는인터넷을통해10대들의모임인틴즈소울이라는단체도만들었다너희가뭘아느냐공부나하라고비아냥거리는어른도있지만신경쓰지않는다고한다でもすることによって勉強例えば学校に行かなくなるとかそれは問題だと思いますけど普通に学校とか行ってる傍らでデモに日曜日デモをするとかは全然それは別にだって日本国民主権なので
それが当たり前だと思いますし、何も悪いことし言われますけど、そういうことで別に特に何も気にしてないです。10대들까지 가세하면서 실지의 시위는 더욱 주목을 받았다. 일본 사회는 정치와 사회 문제에 적극적으로 참여하는 이 젊은이들의 등장을 충격적으로 받아들이고 있다. 특히 일본 군국주의의 피해를 받던 전쟁 세대의 감회는 더욱 남다르다. 팔순의 가토 씨는 억울하게 죽음을 강요당한 자살특공대가 실제로 부활해 전쟁 법안을 반대한다는 글을 아사히 신문에 기고했다. 그걸 갖고 또기 아빠는 내 낙인하거나 가이다. 남이다가 토마라나 가다. 가토 씨는 태평양 전쟁 당시 자살 특공대 훈련을 받던 중 패전을 맞았다. 운 좋게 살아났지만 일본 군국주의에 의해 죽음을 강요당했던 선배들과 친구들을 잊을 수 없다고 한다. 오마에라와 메레라케 시타가에바이 소노 메레와 이키로 という 명령 なんか ありませんよ. 또 死ね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  死ねだけですよ. 突撃して 死ね. 嫌だって言うたら お前は なんていうか 要するに 敵と同じだ ということになる. その特攻隊の 状態 そのものが 憲法9条なんですよ。戦争なんか誰がするかって。軍隊なんかいらん、そんなもんいらん。俺らをこんな目に合わせたのは何や。国と軍隊と天皇やないか。それがそのままが憲法9条になってるんですよ。 특공대의 강요된 죽음을 기억하며 군국주의 부활을 막아달라는 메시지는 젊은이들의 신금을 울렸다. 特攻隊を目指す元予科連だった私は嬉しくて涙を流した。 16歳 18歳 20歳 若かった我々が生まれ変わってデモ隊となって立ち並んでいるように感じた学生さんたち学生さんたちに心から感謝する。 今のあなた方のようにこそ我々は生きていたかったのだ。 加藤渥美さんという86歳の方を。 기고문에 감명받은 실주 회원들이 가토 씨를 찾아왔다. 가토 씨는 젊은이들에게 아베 총리가 추구하는 신군국주의의 위험성을 생생히 들려줬다. 憲法だろうが法律だろうが片っ端から踏みにじって、だーっと押し進めていくっていうの、あれはもう普通の状態じゃないですよね。それなのに戦争法、法律を作るという、しかも社にもに異常な情熱を持って、理屈も何も踏みにじって。 私は極端に見えるかもしれないけど、あれはもう日本を滅ぼすことじゃないかと思ってる。日本を滅ぼすためにやってんじゃないかと思う。もうダメだって滅び、あの特攻隊のあの最後の突撃みたいなことを安倍は。 가토 씨의 기고문은 실지의 투쟁이 이 시대 일본 사회에 왜 필요한지 일깨워졌다. 젊은이들도 소명의식을 느꼈다. 헌법 9조라는 것은 생명そのものなんだっていうのを
ずっと言ってて、でその命って何なのかっていうと、その加藤さんの仲間、特攻で亡くなってた仲間だったり、私たち自身の命そのものだっていうのをすごい言ってらっしゃって、すごい印象に残りました。中宗는국회앞시위현장으로갔다그리고자신이전해들은전쟁의비극을주제로연설을했다길진주학생대학사나가문의하나미といいます여러분お願いします。高校生になってからそれまで間接的に聞いていた話から実際に戦争を経験された方々からお話を聞く機会ができました。空襲から逃げ惑った人、日本兵として人を刀で切った人、守るために自分の母親と弟の首を自分の手で絞めて殺した人、雨のように降り注ぐ砲弾の中を逃げた人、ピカトンを見て片目をなくした人、慰安婦にされた人、壮絶な話でした。言葉が出なかったのを覚えています。想像もできない事実でした。彼らは言いました。二度と繰り返さない、そのために私は語るのだと。やっぱりそこで思うのは、自分が学んだところでとどめちゃダメなんだっていうこと、それを誰かにこう伝えていかなきゃいけない。まあ私もまだ二十歳そこそこですけど、もっと次の世代にこれをつなげていかなきゃいけないんだっていうのをすごい感じて、あんなスピーチをしました。中宗의연설은대학교수들을움직였다。도쿄게이센여학원대학에근무하는이영채교수는인터넷으로제자인나가문혜의연설을보고행동에나섰다고한다。솔직히실즈멤버가저희학생이었던건잘몰랐어요。근데실즈운동이있고저희학생도참여를해서알고봤더니제수업을듣고있었어요。그래서그학생이있다는걸알고，근데이제혼자서학교에서이런것들을알리려고하는데잘전해지지가않은것같아요。혼자서는데저는몇명이서，그래서저도이제국회대모를갔을때졸업생들이와서인사를하고，그래서아지금우리가생각했던것보다많은젊은층들이국회에가고있고또졸업생들도참여를하고있구나，근데이제선생님들도뭔가를함께여기에응답을해줘야되겠다，학생들이저희선생님들을움직였다고할수있죠。이영채교수는안보법안을주제로학술토론회를열었다。그리고총장을필두로교수전원이서명한성명서를발표했다。아베총리가추진하는안보법을반대한다는내용이었다。이후일본전국에있는150여개대학에서 14,000 여명의교수와연구자가안보법반대성명에함께했다。이런지지를등에업고실제젊은이들은지난넉달동안줄기차게안보법반대시위를열었다。9월 19일 새벽 결국 안보법안이 참의원을 통과했다。하지만 젊은이들은 흩어지지 않았다。 이날이 민주주의를 지키기 위한 소중한 투쟁이 새롭게 시작되었음을 선언했다。意味ないっていう人とかも、まあ、同じ若者でも年いった人でも多いと思うんですけど、逆にそういう冷笑してる人ほどこういうデモを気にしてると思うんで、まず
その人たちが気にしてる時点で社会は変わってますし、でこういうふうに路上に一度足を運んだ人は、まあ多分これからも政治的関心は今まで以上に強くなってくると思うんで、そういう意味ではもうこの2015年で一気に特に日本の若者のなんか動きは変わってきたと思います。まあ、これからはそのこのデモ、まあ、具体的なスケジュールとかどういうふうにやってるのかってまだ全く判断してないんですけど、ただこれはこのことではこんなレベルで終わらないと思ってますね。もっともっとまあ、採決してから声を拡大するでしょうし、でこれは明確に次の選挙に影響を与えると思います。あとやっぱその主体的に動く人たちが増えたっていうのが一番決定的なんですよね。全国各地僕の知らない人がやってると、そういう状況っていうのはもう誰にも止められないと思うので。안보법안이참의원을통과한다음날이번에는요코하마시민들이거리에나섰다신주와무관하게일반시민들이아베정권을규탄하고나선것이다憲法違反と指摘され続けながら何も変えようとしない、修正すら認めようとしないって、人の声を聞かない、国民の声を聞かない内閣っていうのが我々の国を牛耳っているというところに怒りを感じていますので、お前らに従わないぞというアピールをしてやろうと、そう思って参加しています。남녀노소고3수험생까지시위에참가했다。政治というものが自分の人生に関わってくれるっていうことで、これから進路を考えている中でも、政治が悪かったら自分の人生にも関わってくるから同じぐらい大事です。お母さんが怒ってた。なんで怒ってたの？ちょっと。戦争法案の話。ああそうだ、可決されたからね。もうイラついちゃってもういたよね。ふざけんなだよね。そうふざけんなで。あんな決め方ありえない。ありえないよね。大人として恥ずかしいよね。恥ずかしいよあんな。一般の人がやられちゃうだけで。ね、そうだよね。偉い人は行かないもんね。ね、戦争で他の人のことみたいに言っちゃってる。だるま森です。右手でよろしくお願いします。だるま森です。よろしく。本当にね、安倍政権は本当に日本が生み出した一番の恥恥ずかしいだけど、一つ良かったことは民主主義にやっと目覚めたかなって。しかも若い人が筆頭になってリードして民主主義に目覚めたことは本当にそれだけは良かったと。沈黙하던일본시민들이마침내일어선것이다。戦後の日本の民主主義っていうのは根付かなかったんじゃないかと、日本にはね、そういうふうに思ってたんですけれども、決してそうじゃなかった。やっぱりみんな勉強してたし、ただ単に眠れる獅子だったんですね。それが目覚めたということで、そういう意味では安倍に感謝しなきゃいけないかなと、皮肉を込めて言いたいと思います。실지가뿌린씨앗이하나둘싹을틔우고있었다。지금아베정부는교정권을부인하는일본헌법구조를무력화시키고있다。실주와일본시민들이과연아베의우경화를막아낼수있을까。